はい、よろしくお願いいたします。今日は、まあ、少し今、雪山の方へドライブに来ております。で、まあ、JB64 の新型ジムニーになってから、ヘッドライトのバルブは多分 LED に全部がなってないのかな。で、私の車はLED がついてるんですけど、LED だと、まあ、熱を、まあ、それほど放出しないので、まあ、雪道を走ってると、まあ、ある程度のところで、ヘッドライトに雪がこう、へばりついて、もう本当に光量が減ってしまうような状態になってしまいます。そういったところと今から比較、してみたいなと思います。で、今は、フォグをつけると、こんな感じですね。で、今ヘッドライトはついてない。あ、ついてるか。これで今これついてるんですね。めっちゃ暗いですよね。で、フォグつけるとまあ前は見えますけど、ヘッドライトのこの明かりっていうのが、まあ、全然ないような状況で、で、今から外に出て、こう雪を、まあ、剥がしてみたいなと思います。で、見ると、まあ、だいぶ、ついてるんで、これですね。剥がしてあげる。で、フォグはハロゲンに変えてるんで、こうつかないですね。はい、こんな感じです。これね、車の中がこういう状態になっちゃいます。マットを買わないといけないね。はい。で、今、車内に戻ってきました。で、雪を振り払ってあげると、これだけ明るくなりました。で、高速なんかでも走ってると、なんか次第に暗くなってくるんで、まあ、定期的に、パーキングとかサービスエリアに入って、まあ、払ってあげた方がいいと思います。か、バルブを、まあ、ハロゲンに変えるかですね。まあ、ただ、ハロゲンに変えたとしても、もう強烈な吹雪になると、まあ、それも全然効かなくなってしまいますので、まあ、まあ、そうなったらもうどうしようもないですね。というような、感じの動画でした。で、あと、フロントの、まあ、カメラがついてるんですけど、まあ、それが今こんな感じになってます。これですね。これももう雪がへばりついちゃって、全然見えてない状態です。これも撮ってあげると、ここですね。たったの、まあ、これだけですね。ついてるだけで、あの状態で撮ってあげる。で、撮ると、まあ、こんな感じで、見えるようになります。まあ、いろいろあれですね、機器も進化して、まあ、カメラがついたり LED になったりっていうところがありますが、まあ非日常な状況になると、まあ、こういう状況に陥ってしまいますので、まあ、それを、改善するような、なんか仕組みっていうのもこれから考えられていくのではないかなと思います。はい、ご参考になりましたでしょうか。ありがとうございました。